配信の天才、ネトプリに嫉妬だろう。うーん でもなんでかって言ったら、のりちゃんああいう放送したいと思ってるんだったら、俺は嫉妬すると思うけど、のりちゃんはああいう放送じゃなくて、自分の理想の放送の仕方があって、それがなんかループしたりとか、ちょっと嫌気がさしたところがあったから、一旦ツイキャス離れたんだと思うの。だから、のりちゃんと同じような放送スタイルで、自分より結果出してる人を見たら、俺はどっちかっていうと、藤沢奈々の方が嫉妬してると思うよ。ののりちゃんと放送のスタイル近 新しいところあるから企画を全面に出してそれでなんかトークで繋いでからじゃあ今日これやりますねっていうやり方とかってのりちゃんと石川竜之って構成はちょっと似てると思うから俺はなんかネットの王子では嫉妬しないと思うけど藤沢奈々には嫉妬してる可能性あると思うどっちかと言われたらねだけどもなんか自分のペースとか自分のルールとか自分が決めたことにっていうところに対してのりちゃんとかはあの考えるからなんか周りの数字とかよりもどっちかというとなんか自分のか 自分でなんかやってることになんか納得とか折り合いとかなんかいろんなものがつかなくなったっていうのはなんか思うけどね。そのりちゃんと石川紀之って言ってたらごめん。のりちゃんと藤沢奈々ね。<laughs> ごめんなさい。 モンジョリも今だけじゃない今だけじゃないって言われてもう5年ぐらいモンジョリも放送してるからな前線張って今だけ今だけって言われるけど毎年みんな今前線張ってねちっちゃいツイキャスで頑張ってる人たちはみんななんか今だけ今だけ来年にはオわコンになるっつって不安おられてずっと前線張ってるからなうん ね恐れ多いよねはナーボーライバルって言うけど方向性違くないいやでも界隈が一緒だよそのなんか雑談界隈とかなんか沼界隈って呼ばれるところにお互い属してるしジャンルはほぼ一緒だよあのーのりちゃんとネットの王子だって界隈は一緒だから、うん、結局のところ、うん、君の配信スタイルはリスナーを人柄で引きつけるいや人柄かいや人柄うん いやまあでもねみんな優しかったら俺は優しく入れるみんなが厳しかったら俺も厳しいしひねくれるし性格悪くなるっていう感じかななんかひどいこと言ってきたら俺もひどいこと言っちゃうしねなんか優しくしてくれたら俺は優しくできるよっていう 本当になんかそういう感じ。なんか機嫌悪い時はマジでリスナーも同等に機嫌悪い時だと思う。お前とジョリアは構わ枠だもんな。ま、てい俺、おねえ言葉とか使わねえし、恋愛対象女性だからな。たまに言われるけど、ナーボさんってオカマなんですよねとかたまに言われるけど、リアトツ来たリスナーとかに言われるから、ふざけんじゃねえみたいな感じだけど。オカマじゃないから。おねえ言葉、ねえ、ちょっと聞いて。<laughs> いやで、できない。俺、おねえ言葉できないんだよね。ねえ、ちょっと聞いて。 違うのよ全然みんな話聞いてないじゃないみんなちゃんと話聞いて <laughs> できねえわできてる